8月の31日のアップデートで Amazon EC2 スポットフリートが実行時にインスタンスタイプと重みを変更可能にということで、こちら小倉さんお願いしていいですか。 Amazon EC2 とスポットフリートが実行時にインスタンスタイプと重みを変更可能にというアップデートについてお話をしていきます。今回のアップデートではこの EC2 またはですねスポットフリートの起動テンプレートとかインスタンスタイプを変更できるようになったというアップデートです。で、今までは作り直しが必要だったんですけども、今回のアップデートで作り直しをせずにですね、変更できるようになったということです。で、そもそもですねスポットインスタンスとは何かなんですけども、AWS がですね、所有しているハードウェア上で EC2 とかを起動させてるんですけども、その AWS が所有しているハードウェアすべてはですね、利用者が使っているわけではなくてですね、空いている部分がいくつかあります。で、そこの空きの部分をですね有効活用するためにですね、安く利用できる仕組みがスポットインスタンスです。で、ただですね、スポットインスタンスで使っている領域っていうのは、オンデマンドの方がですね、優先されますので、オンデマンドで利用が多くなってきたらですね、スポットインスタンスは使えなくなったりします。ですから、スポットインスタンスを使う場合はですね、再実行が可能なバッチ処理とかですね、そういうのに利用することをお勧めします。で、あとですね、スポットフリートなんですけども、スポットフリートっていうのは、複数のスポットインスタンスをまとめて管理するものです。3台とかですね、10台とか。このスポットインスタンスを起動するときにですね、その10台をまとめて管理するようなイメージですね。で、あとアップデートのタイトルにですね、重み付けっていうのがあったんですけども、重み付けっていうのはそのスポットフリートの中でインスタンスタイプを複数選ぶことができるんですけども、どのインスタンスタイプをどれぐらい起動するかですね。先ほど10台起動するって言ったんですけども、例えばあるインスタンスタイプは3台だけ起動して、あるインスタンスタイプは7台起動するとかですね、そういう割合を決めて起動させることができます。ではですね、ここからはですね、実際にマネジメントコンソールの画面を見ながら説明をしていきます。で、スポットリクエストはですね、EC2 のマネジメントコンソールの中にありまして、左のメニュー、このスポットリクエストですね、ここをクリックすると、リクエストの一覧が見れます。で、実際にですね、リクエストを作る場合、このスポットインスタンスのリクエストをクリックすると、作ることができます。今回のアップデートでは、ちょっと条件があって、スポットフリートの設定の中でですね、まず起動テンプレートっていうのを指定していないとまず使えないっていうのが一つあります。ですので起動テンプレートを指定する。で、その後にですね、ずっと行って、あとここにですね、起動する台数を指定することができるんですけども、その下にですね、このターゲット容量を維持する。これにチェックを入れないと今回のアップデートは使えない。っていう制限があります。で、実際にですね、もう事前にですね、設定したものがこちらにありますので、こちらを使って作っていきます。でですね、先ほど起動テンプレートっていう話があったんですけども、起動テンプレートはこのスポットリクエストの上ですね、ここにあります。で、今回事前に2つ用意してるんですけども、この起動テンプレートっていうのは EC2 を作るために必要な設定の集まりですね。例えば、どの AMI を使うとかですね、そのインスタンスタイプで起動するかとかですね、そういうのを、まとめたものですね。これが起動テンプレートです。で、今回はですね、起動テンプレートが変更できるというアップデートですので、2つ用意してます。で、もうすでに、テスト1の方でスポットリクエスト作ってますので、テスト2の方に変えるっていうのを後ほど実施します。変更をしていくんですけども、今回のアップデートですけども、今回の変更って、マネジメントコンソールではできなくて、AWS の CLI か SDK を使用しないと変更できないというアップデートになります。ですので、今回はですね、CLI で実施します。CLI のコマンドなんですけども、AWS EC2 の modify-spot-fleet をリクエストというコマンドを実施します。今回アップデートで追加になったオプションなんですけども、ここですね。このローンチテンプレートコンフィグズというオプションが追加になっています。これを指定することによって起動テンプレートとかですね、あとはインスタンスタイプとかを変更できるようになっています。このオプションはですね、AWS CLI のバージョン 1.18.129 以上で使うことができます。ですから、それより下だった場合はですね、AWS CLI のアップデートをお願いします。今これですね、どういう状態になっているかっていうと、今これ T3 マイクロが2台動いている状態ですね。起動テンプレートが、これはさっきのテスト1っていう名前のものが指定されています。ターゲットより2台ですね。この状態で
変更のコマンドを実施します。今回はですね、私のクライアント端末の Windows からですね、コマンドを実施していきます。念のためバージョンを確認するとですね、1.18.132 ですので、先ほどお話ししたその 1.18.129 よりも新しいバージョンになっています。次に、これが変更のコマンドなんですけども、コマンドを説明していくと、まずですね、スポットフリートリクエスト ID のもうすでに設定されている ID があるので、その ID を指定します。であと、今回の追加にあったローンチテンプレートコンフィグズの中で、テンプレートをですね、先ほどお見せしたテスト2の方に変更します。であと、動きを分かりやすいようにするためですね、インスタンスタイプを m5.large に変えて、ターゲットキャパシティを2から3に変更します。じゃあ、このコマンドを実行します。これで実行完了ですね。マネジメントコンソールに戻ってですね、画面を更新すると、もうすでに変更が終わってしまっているんですけども、ターゲット容量が3で、インスタンスタイプは m5.large。で、起動テンプレートは、新しい方ですね、テスト2の方に切り替わっています。今ですね、どういう動きしているかというと、m5.large、これが起動しています。で、ちょっと動きで、気をつけてほしいところがあるんですけども、この起動テンプレートとかですね、インスタンスタイプを変えてもですね、既存で動いているインスタンスについては変更はされないです。ですので、これを変更したからといって、なんかローリングアップデートみたいにですね、既存のものを新しいものに変えるとかですね、そういうことはされないです。で、先ほどもですね、アップデートのページに戻るんですけども、時間を高速化するには、最初に低めのターゲットキャパシティを設定して、スケールインします。台数を減らします。で次にターゲットキャパシティを大きくしてですね、起動させると、新しい設定のインスタンスが起動しますので、より早く新しいインスタンスで設定で起動することができる、ということができます。あとですね、維持設定が入ってますので、古いインスタンスをターミネートしてもですね、新しいインスタンスを設定で起動してきます。はい、ここまでが、ポットリクエストの変更の流れですね、を見てきました。はい、じゃあ最後にまとめですけども、スポットフリートの起動テンプレートとかですね、インスタンスタイプの変更ができるようになりました。で今まではですね、作り直しが必要だったんですけども、それをしなくても良くなりましたので、ぜひですね、スポットフリートをお使いの方は使ってみてはいかがでしょうか。アップデートは以上です。はい、小倉さんありがとうございます。ごめんなさい。ちょっと聞き落としだったらあれなんですけど、起動テンプレートの2の方は、はい、ターゲットキャパシティでしたっけ？はい。が3だったんでしたっけ？3に変更しました。ああ、だから、その足りない1個分が新しい M5 で立ち上がったってことですね。はい、そうです。なるほど、なるほど。じゃあ、ターゲットキャパシティ2のままでタイプだけ変更した場合は、何もその動作上は変わってらない状態になるってことですよね、更新直後は。はい、そうです。台数変えなければ、M5 ラージが起動しましたけど、これがない状態ですね、前と同じ状態のままですねになってます。なるほど、ありがとうございます。そう、ちょっとアップデートの内容を自分が読み違えてたなっていうのを聞いてて分かりました。高速化するにはの部分だけ読んじゃってて、最初にターミネートされるみたいなことが書いてあったから、そんなことされるのどうなのって思ってたんですけど、さすがに、はい、ちゃんと保ってくれるんですね。そうですね、はい、まあ、だから自分のいいタイミングで切り替えることができますね。はい、なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、あとは CLI SDK でしかまだ対応できないっていうことで、コンソール反映が待たれますねって感じですね。うん、そうですね、キャパシティ変更だけでしたら、コンソールからもできますね。ああ、そうなんですね。テンプレートごと変えようとすると難しいって。このチェックで、このターゲット容量の変更を選ぶと、台数は変えることできます。なるほど、なるほど。ありがとうございます、はい。今までに比べてだいぶ変更がやりやすくなったっていうことですね。うん、そうですね、はい、ありがとうございます。フリートご利用の方はぜひご確認をという感じですね。じゃあこのアップデートも以上にしましょうか。8月31日のアップデートで Amazon EC2 スポットフリートが実行時にインスタンスタイプと重みを変更可能にというアップデートでした。小倉さんありがとうございます。